はい、どうもこんにちは、めぐです。本日の動画は薬局購入品、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速スタート。よいしょ、今ね、薬局に行ってお買い物をしてきました。昨日インスタグラムでどんな動画が見たいですかとねリクエストを聞いたところ、薬局購入品が見てみたいっていうお声をいくつかいただいたので、早速紹介していきたいと思います。で、今日は松清に行ってきました。今日は全部で9927円分の購入をしました。まずはこちら、アタックゼロのドラム式専用の洗濯洗剤です。767円です。洗濯洗剤は特にこだわりなくて、これちょっとなんかねお高い気がするんであんまり買うことないんですけれども、今日はねこっちを買ってみました。このイロカの柔軟剤は楽天で買うと安いので、これだけねまとめ買いしてるのでいっぱい入ってます。こっちはだいたいストック1個。紹介するまでもないんですけど、夫のお酒を買ってきました。コーヒー買ってきました。苦味とコク無糖で105円です。私もアイスコーヒー依存症で、アイスコーヒーと牛乳で、混ぜたやつ絶対毎日飲んでいて、飲みすぎっていうぐらい飲んでいます。なのでこれは必須です。の豆ピカクリーナー207円です。おトイレの掃除に使うやつで、フレッシュアップルの香り、この間買ったらすごいいい匂いだったのでリピート買いしました。これはトイレットペーパーを使ってさっと一拭きお掃除できるもので、トイレットペーパーがボロボロにならないというやつですね。これをいつも使っています。詰め替えているこのボトルはクイックルホームリセットの泡ボトルに入れています。本当はこのボトルじゃなくて豆ピカの本体のボトルに入れてたんですけど、ちょっと壊れてしまったので代用でこっち使っています。結構量もたくさん入っているのでエコだと思います。拭いた後はさっとねトイレに流せます。次はこちら新商品ですね、アワピタトイレ洗浄スプレーっていうもので、こちら値段335円です。これトイレのねバスタブクレンジングだっけ、あれみたいにかけて60秒後に流すだけ、こすらなくていいっていうやつですね。ちょっと試しにね買ってみました。香りがね確か他にもあったんですけど、ウォーターリリーの香りっていうのをね選びました。飛行機がねめっちゃ飛ぶんですよ。グランデリ今日のご褒美っていうワンコのねおやつですね。 60g 入っているやつ。あんまりね硬いの、骨付きのものとかだと骨だけ残していつも食べないんで、これ買ってきました。おやつとドッグフードはこの隙間収納家具の中に置いてあるフレッシュロックに入れて使っています。湿気を防いでくれる、しっかり密閉された容器なのでとてもおすすめです。こちらはノンカロリーシロップ、松清限定のやつですね。ゼロカロリー、いつもね私カフェラテ大好きでコンビニによく買いに行くんですけれども、コンビニに置いてあるガムシロップってカロリーあるじゃないですか。だからコンビニに買いに行くときにこれ1個持っていこうかなと思って買いました。で、車でねさっと入れようと思って、今ダイエットしてるんですよ。今ダイエット動画ね撮りだめしてるので、また撮影が終わったら公開するので楽しみにしていただけると嬉しいです。ケニスターは楽天のモノトーンさんというショップで購入したものです。シロップと書いてある容器に入れようと思ったんですけれども、カロリーゼロじゃないガムシロが入っていたので、スティックシュガーと書いてある容器に入れておくことにしました。こちらパススイートカロリーゼロ、さっきと同じようなものですね。
砂糖の3分の1の量で同じぐらいの甘さでゼロカロリーっていうやつですね。516円、若干高いですね。主にね、自分が食べる料理に使おうかなと思って買いました。こちらシーザーのビーフ、これ値段が140円です。我が家はドッグフードとおやつしかあげないんですけれども、この間なんかネットで見ててこういうやつもなんかあげたいなと思ってちょっと1個買ってみました。食べるかわかんないんですけど開けてみたいと思います。待ち、お座りは、お座り、お座りだよ、待てだよ、待て待てだよ、待てだよ、まるちゃん待てだよ、待てだよ、よし食べれる？なんて、え、まさかの食べない？こちらまとめ樹558円、まとめ紙スティック型ワックスですね。これ娘がいつもリピートしていて、ちょうどなくなったって言ってたので買っておきました。こうね、なんか手で取ったりとかしなくても持ったまんまこう濡れるってやつですね。こんな感じによくね、私アホ毛とかねすごい立ってその辺うろうろしてるので、娘にちゃんと髪の毛やりなよって言われるので、まあ、自分も使おうかなと思います。はい、こちら洗濯槽クリーナーです。こちらは207円です。いつもねこういったの定期的にやってるんですけれど、買いだめはしないでやりたいと思った時に買うっていう風にしています。もうね、洗剤ってねついつい増えちゃうので、例えば洗濯機の洗剤とか、洗濯毎日するからないと困るじゃないですか。そういうものはねちょっと1個とか余分にストック置いとくんですけれども、こういう掃除のはね常にストックしとかなくてもいいし、そうやりたい時に買っておきます。防御力が、ピオナール BB ロイヤルっていうもので3本パックのものです。今度は宅配、なんか疲れた時にね飲もうみたいな感じなポップが貼ってあったんで買ってみました。ノンカフェインなので寝る前でもいいよって書いてあったので寝る前に飲みたいと思います。うん、栄養ドリンクっていう感じですね。次はこちら、こちらは24時間匂いをクリーン、消臭できるものですね。これ437円です。コンセントで挿して消臭できるようなものです。これは本体でこう液もねついてるんですけれども、この液だけでも売ってるので、なくなったらね買うことができます。電子パワーで LDK など広いお部屋約16畳までを1面24時間しっかり消臭しますって書いてますね。本当に消臭できるのかなと思ったんですけれども、気になる電気代が1ヶ月約30円とね経済的みたいなので買ってみました。つけっぱなしでも安心設計、ちょっと試してみたいと思います。次はこちらソフィーシンクロフィット、お値段が316円ですね。これずっと気になっていて、あのナプキンを中に入れるタイプみたいなものですね。ちょっと説明難しいんですけれども、こんな感じでね、あの中に入れて使うナプキンみたいです。で、使った後はそのままトイレに流せて便利みたいです。どこかね出かけた時とか、そういうなんだろう、生理用品使った後捨てづらい時とかってあるじゃないですか。そういう時にね便利かなと思って試しに買ってみました。次はこちらナノプラセンタゼリーアップル味、こちらがお値段が1488円です。こちらも松木用の商品ですね。33袋入っていて1日1から2袋食べれるそうです。冷やすとねより美味しくいただけるそうです。ナノプラセンタエキスとかヒアルロン酸が入ってるようです。まあこういうね美容系のことは詳しくないんですけれども、きっと体美容にいいのかなと思って試しに買ってみました。ちょっとしたおやつにも良さそうですね。このドアポッケにつけれるセリアで購入したケースの中に入れておきました。ちょっと1本だけ食べてみる。絶対冷やした方が美味しいよね。
リンゴだけどちょっと蜂蜜みたいな樹液みたいな味がする。そんなに美味しくはない。はい、次はこちら肌からボディーソープですね。お値段が349円でした。あんまりねボディーソープこだわりないんですけれども、なるべくなんかソープ系の匂いのものをね買うようにしています。これはピュアに香るリッチソープの香りってやつ、初めて買いました。ソープボトルはタワーのものを使っています。ちょっとねこのステンレス部分に水垢が結構ついて目立ってしまうので、なんか他のものに変えたいなと思っています。ちなみにねこういった洗剤ソープ変えるのはこの残ったやつ袋に残るじゃないですか。これをねたくさん使えるのがね好きです。トリートメントとかねたくさん余るといっぱいつけれるからラッキーってなります。ラッキーではないか。次はこちらマーロデオスカルプシャンプーっていうもので825円、夫用のシャンプーですね。なるべくねこう頭皮とかの匂いにいいよっていうやつを買うようにしています。初めてこれは買ったかな。次はこちらポッコアポ EX 錠っていうやつで、これがお値段2198円です。余分な脂肪を分解燃焼、つい食べ過ぎる方の溜め込み脂肪にっていう漢方ですね。買ってみました。144錠だそうです。1日に12錠も飲まないといけないの。12日分ですね。ちょっと今ダイエットをさっきも言ったんですけどしてるので、まあ気持ちですね。そんなにこういうねダイエットサプリとか漢方とか効くとは思ってないんですけれども、まあないよりあった方がいいかなという気持ちをね上げるために買いました。はい、こんな感じで今日は薬局の購入品を紹介しました。ちょっとでもね参考になった、面白かったなっていうお声があるとまたやりたいなと思います。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。